29 9分の翔くん神く,くんが仕掛けたサプライズ。感動の瞬間を独占公開。岸くんがカメラに向かって膝をついて感謝の言葉を述べた場面は、特に印象的でした。9月29日の夜、岸やさぶとくんの誕生日パーティーが開催されました。そのパーティーはただの誕生日のお祝いではなく、3人の絆がより一層深まった瞬間でもあり。 ファンにとっても特別な時間となりました。岸くんがいつものインスタライブの部屋に少し戸惑いながらも入ると、すでに翔くんと神くんが彼を待っていました。その瞬間、パーティーのサプライズが始まり、岸くんが感動的な笑顔を見せたのは言うまでもありません。彼は何も知らずに部屋に入るとすぐに花火が打ち上げられ、その場面はまさに一瞬で部屋を幸せな空気で満たしました。翔くんが優しく岸くんにリボンを巻き、 彼が座る場所まで丁寧に案内しました。3人が揃った瞬間、その雰囲気はとても温かく、見ているファンたちの心も一緒に温まったように感じられました。この1年、岸君、翔君、神君の3人は数々の困難を乗り越えてきました。彼らは大きな成功を収め、多くの人々から愛される存在となりましたが、その過程で直面した挑戦や辛い出来事も決して少なくありませんでした。 それでも、3人が互いに支え合い、絆を深めることで、今の輝かしい姿があるのです。そんな3人の強い絆を目の当たりにしたファンたちは、改めて彼らの絆の強さを感じ、これからも応援し続けるという思いをさらに強くしたことでしょう。岸くんがカメラに向かって膝をついて感謝の言葉を述べた場面は、特に印象的でした。 彼はファンが世界中で彼の誕生日を祝ってくれたことに対して深く感謝し、その感動が言葉にならないほどの大きなものだったことが伝わってきました。三人しかわからない絶妙な空気感が流れる中で、彼の感謝の気持ちは、ファン一人一人の心にまっすぐに届いたことでしょう。ファンたちは、三人の性格すべてを知っているわけではないかもしれませんが、この一夜を通じて、彼らをさらに好きになったと言えるでしょう。翔くん、 神くん、岸くんの三人が仲良く笑い合う姿は、ファンにとって永遠に忘れられないものです。特にその晩、彼らが寿司を食べる姿を見て、ファンたちは思わず笑顔が溢れ、まるで一緒に祝っているかのような気持ちになったに違いありません。翔くんが岸くんに、かわいいを何度も連呼し、その無邪気なやりとりは、ファンにとって愛らしい一幕でした。岸くんが翔くんと神くんの前で満面の笑顔を見せながら、 寿司を一口頬張る姿を見たとき、ファンはその幸福感に包まれた瞬間を心から楽しんでいたでしょう。岸くんが、お寿司おいしい、と一言つぶやくたびに、ファンたちは彼の幸せを共有し、彼の感謝の気持ちとともに心が温まりました。また、その瞬間、ファンたちは過去一年の彼らの軌跡を思い返していたかもしれません。数々の舞台、テレビ出演、コンサートを通じて、 彼らは自分たちの限界を超えて成長し、ファンとのつながりをさらに深めました。そして、この誕生日パーティーは、その成果の一つとして、多くの愛と感謝が詰まった瞬間となりました。パーティーの終盤、岸くんが感動的な言葉で締めくくり、ファンたちは再び彼の温かさに触れることができました。彼の笑顔とともに、ファンたちの心には、健康第一というメッセージが深く刻まれました。 岸くんは、ファンへの感謝を忘れず、彼らのためにこれからも努力し続ける決意を改めて示しました。このサプライズパーティーは、単なる誕生日のお祝いではなく、岸くん、翔くん、神くんの3人が築き上げてきた信頼と友情、そしてファンとの絆を再確認する瞬間でもありました。彼らの絆は、ファンたちがいつまでも支え続ける理由の一つであり、その絆がこれからもさらに強くなることを信じています。 誕生日パーティーの続きとして、ファンにとって特に印象的だったのは、3人がまるで兄弟のように過ごすリラックスした時間でした。翔くんがリーダーシップを発揮して、騎士くんにリボンを丁寧に巻きつける姿や、神くんが黙々と進行を見守りながらも、時折ジョークを交えて場を和ませる様子は、彼らの自然体での友情を象徴していました。3人はこの1年、本当に多くのことを経験してきました。 デビューからすでに数年がたち、それぞれが個々のプロジェクトでも活躍する中で、再び一緒に過ごすことの喜びを深く感じていたに違いありません。特にファンにとって、岸くんが翔くんと神くんを目の前にした瞬間に見せたあの笑顔は、特別な意味を持っていました。3人が再び集まり、同じ空間で過ごすこと自体が奇跡のように感じられる場面で、その喜びを全身で表現していた岸くんの姿は、 多くくののファンの心に強く残ったことでしょうまた、このパーティーでの一連の出来事は、ただの祝福やエンターテインメント以上のものでした。彼らがここまでの道のりを一緒に歩んできたこと、その中で培われた友情と信頼が再確認された瞬間でもあります。彼らの笑顔や冗談を交わす様子からは、お互いの関係が深いところでつながっていることが見て取れ、ファンはその絆を目の当たりにすることで、 さらなる感動を覚えたに違いありません特に印象的だったのは、寿司を囲む場面でした。3人が楽しそうに食べる様子は、ファンを和ませるだけでなく、まるで自分もその場に参加しているかのような感覚を与えてくれました。翔くんが、お寿司びみしすぎて画面から消えるというシーンでは、彼の自然なリアクションにファンは笑い、彼らの親しみやすさを再認識したでしょう。さらに、岸くんが、 どこを通ってるかがわかる、というユニークなコメントを残し、その場の空気をさらに和やかにしました。こうした何気ない一瞬一瞬が、ファンにとっては宝物のような思い出となり、これからも何度も振り返る大切な記憶として刻まれていくことでしょう。さらに、パーティーのサプライズ要素もファンにとって大きな喜びでした。翔くんと神くんが事前に細かい計画を立て、岸くんのために全力でお祝いを準備した姿勢は、 彼らの真摯さと友情を強く示しています。特に、翔くんがサプライズの一環として、ずっと可愛い蓮子していた場面は、ファンの間でも話題になり、その可愛らしいやりとりは何度もリプレイされたことでしょう。そして、岸くんがその場で満面のガッツポーズを決めた瞬間、彼の幸福感が視覚的に伝わり、ファンはさらに彼を応援する気持ちを強めたのです。このサプライズパーティーの背後には、 彼らがこれまで積み重ねてきた多くの努力と試練が存在します。ここ一年、個々のキャリアやプロジェクトでの活躍に加え、チームとしての試練も多かったことでしょう。それでも、彼らは互いに支え合い、今この瞬間を迎えることができたのです。そして、このパーティーを通じて、ファンだけでなく三人自身も、その絆の強さを再確認することができました。 特に岸くんが感動して言葉を失いながらも、ファンへの感謝を何度も繰り返す姿は、彼がこれまでどれだけファンからの愛を大切にしてきたかを象徴しています。また、ファンの間では、このパーティーがまるで1年間の集大成のように感じられたという声も多くありました。過去1年の出来事を振り返りながら、3人が一緒に過ごす時間がいかに貴重で、そして特別であるかを改めて感じる瞬間だったのです。特に、 去年の今頃、誰もこんなに幸せな未来が待っているとは想像もできなかったという言葉には、多くのファンが共感し、彼らのこれからの未来に対する期待感が高まったことでしょう。このように、誕生日パーティーの一夜は、単なるお祝いを超えて、ファンにとっても、岸くん自身にとっても大切な思い出となりました。そして、その中で培われた絆や友情は、これからも彼らを支え続ける大きな力となるはずです。 ファンたちは、この一夜を通じて彼らの成長を目の当たりにし、さらに深い愛情を持って応援し続けることでしょう。岸くん、翔くん、神くんの3人がこれからも笑顔で幸せな時間を過ごし、さらなる成功を収めることを願っています。